ウォーカー軍はアメリカ合衆国アラバマ州の中央部北西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は67,023人であり、2000年の7713人から5.2%減少した。軍庁所在地はジャスパー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はアメリカ合衆国上院議員を務めた。 ジョン・ウィリアムズ・ウォーカーにちなんで名付けられた。ウォーカー軍は1823年12月26日にマリオン軍とタスカルーサ軍の一部を合わせて設立された。軍名は1819年から1822年までアラバマ州選出アメリカ合衆国上院議員を務めたジョン・ウィリアムズ・ウォーカーにちなんで名付けられた。ジャスパー氏が軍長所在地であり、 サウスカロライナ州出身で、レッドスティック戦争の英雄になったウィリアム・ジャスパーに、ちなんで名付けられた。軍内のアメリカ合衆国国家歴史登録罪には、バンカヘッド帝、ボシェルの製粉場、第一ユナイテッドメソジスト協会、ジルクリスト帝、ジャスパー市中心街歴史地区、スティーブンソン帝、ウォーカー軍病院がある。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は805.30平方マイルであり、このうち陸地794.39平方マイル、水域は10.91平方マイルで、水域率は1.35%である。主要高規格道路建設中の週間高速道路22号線が完成すれば、軍内を通る。鉄道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 軍内には、ウィリアム・ビーバンクヘッド国立の森や、ルイス・スミスコがあり、また、アラバマ工業博物館もある。ありがとうございます。